12.6。どうもこんにちは、篠原です。今回は英語の偏差値を3ヶ月で 12.6 上げた方法ということで、まあこちらですね。まあこんな感じで、篠原の熟成英語の偏差値上げています。まあ実際からはね、この後早稲田大学に現役合格したんですが、まあこんな感じで英語とかの偏差値をガンと上げる、まあ今回はね、特に英語に集中して話したいと思います。まあ3ヶ月で偏差値を上げる方法というところで、まあ篠原ね、短期間に成績をガンと上げるのが得意だし、実際は長期間でもこんな感じで成績上げたりだとか、まあ大学にね、バンバンこう受からしていったりとかしてるんですが、まあ俺がね、思うに英語の勉強って最も結果が約束されてる教科なんですね。というのも、まあ国語とかっていうのはコツつかめるかどうかなんで、つかめなかった時ってなかなか上がらないし、数学もね、やっぱセンスみたいなのがあって、それがないやつってなかなか上がらないってことあるんですけど、英語はやりゃ上がるんですよ。だからこの動画を見てる人はぜひね、これやってほしい、やって成績をガツンとね、上げてほしいと。まず、偏差値が今30代だよって人はね、もうつべこべ言わず中学レベルの復習してみ、多分できないからということで、もう中学レベルの単語帳、問題集、文法の問題集、何でもいいんで、まあ、これまで中学生の時使ってたやつでもいいんで、それやってみてください。できないっすよ多分。でそれが全部完璧にできるのに偏差値30代出すなんてことはないと思う。だからとりあえずね、今偏差値30代から40代に持っていきたいっていう人は、中学の、レベルの単語と文法を復習してみてください。で今偏差値40代だよって人が偏差値50代持っていきたいって場合は、もう5位ですね。これまでの語彙、単語帳とかをもう一回見直してみてほしいということで、英語に関しては語彙力をつけるだけで成績はもうガンと上がります。もうトーンと上がるんで、あ、語彙力をね、まあ頑張ってつけてくれということですね。自分の篠原塾の塾生には塾生手帳っていうのを配ってるんですが、この塾生手帳1日に20個で、それを1週間に6日間、日曜日はお休みなんで6日間で120個で、かける3ヶ月で12週間だから1440個覚えることになってます。1日20回かける6日かける12週間で1440も覚えられるんです。語彙力1500くらい増えたらだいぶ変わるぞ。わからない問題もだいぶ減るし、長文も結構読めるようになるしということで、やっぱね、語彙力つけるって大事なんですよね。これターゲット1400一冊覚えてるのと一緒だからね。まあやっぱり語彙力をね、つけるって相当大事というところになります。まあそれで偏差値50いくでしょうというところですね。で、偏差値50代から60代に行きたい場合は、模試と定期テストの解き直しをしましょうというところになります。なんでかっていうと、このレベルだと結構ね、いろんなところがまんべんなく分かってないってことが多いんですよね。いろんなところが弱いですっていうことが多くて、いろんなところが弱いんだったら、じゃあこれまでやったものはちゃんと定着してるのかということで、模試とこれまでの定期テスト、英語のやつ解き直ししてみてください。きっと点取れませんから。つまりこれまで点が取れなかった問題が今も点取れないっていう風になったら、成長してないってことだし、成績上がってないってことなんで、多分そうなってると思います。だからこれまでの模試と定期テストをもう一回解き直してみてください。で、偏差値60代に入ったら、まあ語彙力はもう大丈夫ですとか、和訳はできるんですよねとか、でも、まあ、例えばリスニングが苦手だとか、英作が苦手みたいな感じで、非常にこう分野別の対策になっていくんで、まあ偏差値がね、60いったら、まあまたこれはご相談なんですけど、でもね、とりあえずシンプルにこれやっとけば上がるぞ。だから偏差値30代の人は中学時代の英語の教材引っ張り出してもう一回やってみ、できねえから。で、偏差値40代の人はもうつべこべ言わず覚えろって、覚えたら成績上がるから英語は。で、偏差値50代の人は模試と定期テストやり直してみてください。絶対点取れませんから、少なくとも満点は取れないはずです。だって満点取れるんだったらこれまでとか全部身についてるってことだからね。そんなわけはないんで、まあ、これだけやってもらったら、まあ、大丈夫かなということですね。実際、この、篠原塾の塾生で偏差値を 12.6 上げた彼は、まあ、この辺ですね、この辺をやってもらいました。やってもらった結果、あの点数の上げということで、ぜひ、これをね、真似してやってみてください。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。